はい、皆さんこんにちは、203です。今日は、新しく出た iPhone 12 mini の開封をしていきたいと思います。真ん中にあるのが、iPhone 12 の mini ですね。去年 iPhone 11を買ったんですけども、そこから1年経って、まだ1年しか経ってないのに、iPhone 12 の mini を買ったんですけども、どうしてかっていうのがあるんですけども、もともと僕は iPhone SE をずっと使って、それで去年、iPhone 11を買ったんですけども、大きさのところは本当はちっちゃいのが欲しかったんですけども、なかなか出ないということで買ったんですけども、これはこれで結構気に入って使ってたんですけど、今年、買い替える理由がちょっとできました。なんでかというと、こういう形で液晶がですね、割れまして、で液晶というかガラスが割れただけだったらよかったんですけども、ちょっと液晶の方までもう悪くなっちゃってるんで、保険に入ってなかったんで、修理すると結構お金がかかるっていうのと、あと2、3ヶ月すれば新しい iPhone が出るなっていうのもあったんで、その間 iPhone SE に戻して使ってたんですけども、今回iPhone 12 mini が出るっていうことで、早速買うことにしました。色はグリーンですね。グリーンを選びました。では早速開封していきたいと思います。ここですね。ここに、引っ張るとクリアな包装が取れるようになってます。画面だとすごい白く見えるかもしれないんですけども、ちょっとかなり薄めのグリーンですね。ちょっと分かりにくいかもしれないですね。ちょっと露出を落としてみたいと思います。はい、今ちょっと色が分かりにくかったんで、ちょっと画面を少し暗くしました。それでもちょっと本当の色が画面で出てないかもしれないんですけども、あの iPhone 11のグリーンですね、それと比べてもかなり薄いグリーンになってますね。黄色みのかかった、なんていうんですかね、メロンのグリーンみたいな感じですかね。かなり薄いグリーンとなってます。はい、開くとこういう形で紙でスクリーンの保護をしてあるんですけども、付属品はこんな形で、ライトニングケーブルですね。ライトニングケーブルで片方が、USB のタイプ C になってますね。僕がこの USB のタイプ C がはまる、なんですかね、充電器を持ってないんで、iPhone 用のやつはこれは、ちょっとすぐは使えないんで、多分 iPhone 11で使ってた今までの、充電器をそのまま使う形になるかと思います。こちらは、シールとかですかね。はい、付属品はこんな形で、まずサイズ感からいきましょうか。こちらから iPhone SE 初代ですね。初代 SE で、真ん中が今回の、iPhone 12 mini、 そして、去年出た iPhone 11ですね。こちらの大きさなんですけども、大きさで言うと、SE の方に近い大きさになってますね。やっぱりあの iPhone 11と比べるとかなり小さく感じます。ぜひ繰り返していきます。ちょっと割れてるみたいなんですけども、こちら、はい、サイズ的にさっき iPhone SE に近いと言ったんですけども、画面の大きさはこちらはもうフル画面になってるんで、もう画面の大きさは全然違いますね。こっちの方が大きい形になってます。
こちらですね、今回 iPhone 12 mini に貼るガラスをすでに用意してあるんで、ちょっとこちらを貼っていきたいと思います。こういう形で、なんか最近のはこういう枠がついてて貼りやすくなってるみたいですね。こうはめる形ですかね。こうはめて、今回 iPhone 12 mini なんですけども、11からアップした点っていうのをいくつか言っていくと、まず一番変わったのが液晶ですね。液晶が有機 EL に変わったんですね。あの液晶ディ、液晶から有機 EL ディスプレイに変わったんで、有機 EL ディスプレイの方が黒が鮮明に出るみたいな話なんですけども、どうですかね、実際見た感じは。正直なところ、黒のところを見ても、正直な感想と僕は違いはわからないですね。あんまりあの11もめちゃめちゃ画像綺麗だなと思ってたんで、正直僕の目ではその違いっていうのはほぼわからないんですけども。ディスプレイがバージョンアップしたあの、11 Pro とかと同じになったっていうことですね。で今回12と差がないって形になってますね。で、CPU とかも、他のモデルと一緒っていうことで、そこも差はつけられていませんね。やっぱり今回ので一番大きいのはこのサイズ感ですよね。今までもう11が出た時はもう小さいサイズっていうのはなかったし、その後出た SE の、2代目のモデルもあのそんなに小さくはなかったんで、あとは11使った時すごい良かったのはバッテリーの持ちがめちゃめちゃ良かったんですよね。で今 SE はもうあの OS バージョンアップしてからもバッテリーの減りがもうめちゃめちゃ早くって、もう使い物にならないレベルになってたんで、これは11と比べたら、バッテリーは少ないと思うんですけど、それでもやっぱり最新のなんで、長く使えると思うんで、そこは期待したいところですね。はい、画面情報量の違いなんですけども、今インスタを開いてます。ですね、11と12ミニで言うと、画面表示の、なんていうんですかね、情報量、はそんなに変わらないんですね。 SE と12 mini だと結構情報量の違いが出ますね。 SE の方だと1段半ぐらいしか映ってないんで、結構情報量に差が出ますね。画像だけにした時でも4段と、5段という形で、11と12 mini はそんなに違わないんですけど、 SE から比べると、12 mini はかなり情報量多い形になりますね。ここの部分ですね、ここの部分、特にホームボタンがなくなってこう画面が広くなった部分というのはそのままもう情報量の違いになってるんで、これはかなり見やすくなってますね。薄さのところなんですけども、11よりも触ってみると段差になってるんですけども、12 mini の方が薄いんですね。ちょっと低くなってます。で SE とはほぼ同じ厚さになってますね。ただカメラが出っ張ってる分こちらの方がちょっと厚い形にはなってます。裏から見ると、11と12 mini は同じ、
ようなデザインなんですけども、側面を見ると、SE ですね、 SE の方に近いデザインになってますね。はい、では、重さ測っていきたいと思います。まずは iPhone 12 mini ですね、141.5g ですね。思ったより軽いですね。ちょっと今あのガラスフィルム貼ってるんで多少重くなってるかもしれないですね。で、iPhone SE ですね、軽いですね、 113.5g。 ほんとこれは軽くて良かったですね。で、 iPhone 11ですね、こちらが192.5g。 まあやっぱり 2g 近いということで重いですね。 iPhone 12 mini は結構測って重かったんで、ちょっともしかしたらと思ったんですけども、この、保護フィルムというかガラスですね、これが 9.5g もあるんですよね。まあこのシール外したときも 9g ぐらいあるんで、やはり実際 iPhone 12 mini はまあ 130g 台っていうことになりますね。ちょっと思った以上にこの保護ガラスが重いっていうことが分かりました。今回 iPhone 12 mini を開封してみたんですけども、ですね、まあ僕はグリーンを選んだんですけども、ちょっと思ってたグリーンとは違ったなっていうのが一番の印象残ったところですね。ちょっと なんていうんですかね、爽やかなグリーンではなくて優しい感じのグリーンですね。結構白っぽいグリーンなんで、こうパッと目に入ってくる色ではないっていうのがありますね。どっちかというとここの、ちょっとカメラ出にくいんですけど、側面のグリーンがすごい綺麗なんで、こっちの色味で全体だと良かったかもしれないですね。ちょっとここが乳白色というか、グリーンの色がちょっと思ってたのと違ったかなっていうのがあります。まあ今回、iPhone 12 mini の開封動画だったんですけども、サイズ感とか重量、その辺の、まあ、検証をしてみました。まあ iPhone SE を使っていた人からすればもう本当待望のモデルだと思います。サイズ感、軽さ、ここ数年間出てた iPhone に比べるともう圧倒的に小さくて軽い iPhone になってます。で、あの全画面ということで画面は大きいまま使い勝手はいいで、まあバッテリーの持ちも悪くないと思うんで、本当に iPhone SE を使ってた人からすれば待望のモデルだと思います。もう理想に近いと思いますんで、まあもう本当ベストバイじゃないかなと思います。今後もまあこういった動画を出していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではまた。